あれは引っ掛けるか抜けるかどっちかだから、うん、必ずこの広いの部分のこの何て言うの50センチが大事なんですよ。50センチそうスッと入ってんの、スッと浮かせて、それを勢いにしても待っちゃう。そう、こう、こんなイメージで、こう足上げたらこうやって落ちちゃうぐらいの、それをフッと変えるだけで、うん、慣れてる人はいいけど、うん、ある程度こう楽に構えてあげて、頭の顔の上ぐらいで竿を構えてあげて、手の高さでいいんですか。ネクストです。次僕です。なまら緊張してきました。おじさん、この、はい、これは何ですか？このボッコとボッコにもなってるんですけど、あの1メーター50の幅、はい、高さが1メーターで、そのST 種目、沖縄ですね。沖縄の種目で、はい、この檻の中、まあ、通称僕ら檻って言うんですけども、檻の中に入ってこの幅で投擲する。この幅であれば、はい、どこで投げてもいいんですか。そうですね。例えば横に振ったりしてシンカーなりロッドで切ったらその時点でファール。はい。はい、でこの横に張ってるこのロープから足が出たり。竿先が出たりした時点でもまたファールの。セーフティースローのフェアゾーンって何メートルですか。100メートルで20メーター、10メーター、10メーターですね。だから20メーターです。で、200メートルで20メーター、20メーター。で、セーフティースローは、真ん中を基準にして10メートル、10メートル、合計20メートル。で、他の種目は今、正岡さんに説明いただいたんですけど、25、20、100メートルで25メートル、25メートルで合計50メートル。はい、予想通りのファールでした。次頑張ります。2投目、フェアゾーンに入れるように頑張りたいと思います。目標は160メートルです。入りません。マサオさん入らないです。ちょっと抜けてるもん。まあ今更なんだけど、こういう時はどうしたらいい。落ち着くことだ。落ち着いて、なんだ、なんだ。もう釣りで魚釣る感覚で、変だなーで投げる感覚でいいと思う。力めば力むほどミスする。もう一回で失格。早いなれば。かっこ悪おい、いいぞ。入った入った、センターセンター。やっと入りました。やっと入りました、長田さん。まあ、カド番から入れるっていうのはすごく難しいことですからね。カド番ですからね。いや、今のはもう本当綺麗に振れてるし、弾道もスピードもちょうどいい感じで、力も抜けてたし。ありがとうございます。まあ、次の4投目頑張ってください。
枠の中入るとあの枠の中に入るとすごいなんか別世界ですね。めちゃくちゃ緊張します。スキーは特別だからね、囲まれてる感じがすごい緊張する。はい、4投目投げてきます。また外したらアウトなんで頑張って入れていきたいと思います。入りました。よしよしよし、飛距離も若干伸びました。王ちゃんやりました。カドバン王ちゃん、あと1回入れればなんとか記録残りそうです。最後の1投っていうのは緊張するね。だけどラスト5投目です。最後入れれば記録として残ります。外したら失格です。カドバン王ちゃん、あの長さが決まらなくて苦戦してます。正しの長さが決まりません。最後なんだ。頑張ってきます。よっしゃ、入った、入った、入った、おー素晴らしい、入りました、記録残ります。伸びたよ距離に。めっちゃ緊張しますこれ。おー154、おーやった、最後伸びた、しかもありがとうございます、ありがとうございます。伸びた伸びた。え、あ、1位、え、2位だった。じゃないだからな。早く来ーい。早く来ーい。休んだらトレーニングなんないでしょ。まだ全然下ろせなかったら重かったら離しちゃって。こんな感じですね。入れる、グッて入れる。よし、はい、下ろせる。あ、それでいい、それでいい、それでいい。そう、腕に力入れないで、腹圧と胸骨、胸のあたり、背中でグッと張るような力の入れ方をして、で、脱力するような感じで、上げる。でキャスティングも一緒、投げるときに全部に力入ってるとシャープに触れないから腕の 手は脱力させておいて、あと腰、体、足全部力入ってる状態で振る、速く力抜くっていうのはもう全部が全部じゃないんだ。そう、全部が全部、全部力抜いたら何もできないから、入れてるところはちゃんと入れてないからないし、でキャスティングで言えば振りに入るまでは脱力なんだよ。
で入る瞬間に重いものを持つんだけど、重いものを持つのに手にも力入ってたら全然物を扱ってシャープに振れない。シャープに振るために腕だけを脱力させる。ムチもそうだよね。ガンガラガンに戦ったらパチンって音しないけど、あれだけしなやかなものを一瞬だけ力を入れるからスピードが出たもん。力を入れとかなきゃいけないところは入れといて、入れなくていいところは入れない。そこが脱力。だから構えの時に手がガッチガチになってる人はもう絶対ダメ。もう腕はどこに行っても脱力させるとこない。ブカブカ食べよ。あれ？ブカブカか？ちょっとつけてみ。君みたいにお腹出てないんだ。失礼だな。あ？ああ。あ、行かねえだ。めっちゃ余ってるでしょ。うん。意味。これ何本でも動く。まあこれつけねえよ。つけた方がいいか。とりあえず。こぶないでしょ。細すぎじゃねえお前。とりあえず。4、3、上げる。1、2、3、4、4。早い上げんの。やったやつのあと胸の補助シング。ああ。だから本当はベンチで頑張ってこういうマシンでちょっとこういう感じ。あ、ちょっと。いや、これこれちょっときつい。本当に無理。これ何キロですか？12キロ。これ手回んない。手回んないよね。肩上がんない。さあ、絶対しまう。いや、ちょっともうちょっと目標ですか？ちょっと肩すぎて。肩回んないんだもんだって。そう、まず肩回んないよね。回んない。あ、ちょ挑戦できるんだ、それ。知らなかった。言って演技だべ、それ。終わらせないです。そういうトレーニング？腕つなぎ合わせるトレーニング？
ダーメ手振りがまだパターンいいパターン、はい、いいパターンね、いいパターン、おーちゃんの悪いパターン。ダメなのはこうなってる、こういそうそうダメ1なんか一回下がる、動かないでこっちに来るなり1あー近い、あーいい今の感じはいい。で、こうなろうって。こうなってくる。結構。だと、この上半身の動きが一緒になる。伸び上がるの、そう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 。そう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 。前向くだけだ。そう。振り返ってるだけでしょ。なのにこれだけのスピードで振れる。腰の位置浮かさない。軸作れそこで。伸び上がるだけで振るんだ。そう。向くな。そう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 。もっと高い位置。もっと右手が低い。そう、見た目はいいわ。なんかそう、あ、そうそう、そう、今こうなるさ、こうちゃんは、はい、こうなるね、横にスライドしてるだけ、うん、これを今度はこう、体の軸を真ん中にして回すよ。そしたら竿が立てる。こうちゃんはダビーダビーディうん、そうそうそう、うんうんうん、おーそうだ、おーそうだ、おーいいね、フィープちゃん、あれ来てるわ、待って、あんな倒れたっけ、うん